あと僕個人的にも好きだったんですけど、うん、門脇どうですかショートで固定全然しなかったじゃないですか、うん、門脇でも野球すすごくないですかあのー、1年目から僕は1年目の時に見,見てたんで、うんあのー、どういう子かなっていう僕はもうずっと観察してたんですけど 1>,、うん、1年目からしてやっぱりすごいなと思ったのがやっぱり。 移動の時とか、うん、自分でそのなんかこの腰の椅子とかの合わせたやつを持ってきたりとか、うんうん、首のやつ寝違えないようにとかで必ずあ必ずバックの横にそれをぶら下げて持ってきたりとか、はい、普通なんか恥ずかしいじゃないですかそんな持ってファンの前で、はい、でも平気でこうやってちゃんとこう自分の体をケアする、うんうん、でトレーナーたちも、えー、契約して、うん、で最終的にオフになって漁を出るっていうことになってどうなるかなと思ったら、うん、みんな漁出たい。 出たいんですよ俺なんてもう門限なくなるからさずっと飲み歩いてたのよ相当門限破ったでしょ門限破ったりさもう本当にもう自分家だから自由じゃないでも飲み行ってこうかなみたいな感じになっちゃうけどでも門脇はちゃんと栄養士をつけてはあでもほんとザプロなのただなんでそのプロがなぜ僕は気の緩みなぜならばやっぱり後半 去年の後半頑張って坂本選手をサードに追いやった。あれ、うん、もうすごい立派なことです。うんうん、で、今年、蓋を開けたら安倍監督がまずレギュラーは門脇と岡本だけだって言っちゃった。うんうん、で、背番号を5番にした。うん、ほっといても俺、試合出れるなっていうちょっと気の緩みだと思そこか。俺はレギュラーだ、うんな。少々ダメでも使ってもらえるはい、はい、でも、出口っていうのが出てきた。うん出てきた 去年の門脇の気持ちでやってるわけ、伊豆口は、うん、だからその差で僕は木の緩みだとだからもう来年、うん、もう今年はもう絶対伊豆口とこうなって伊豆口の方使うと思うので、はいはい 来年維持見せなきゃだめだなって僕は思ってます逆転もプロありますかそっからありますもちろんまだまだ全然あります<ー>多分反省してると思うんで <laughs> 気の緩みがあったという反省があったと思うんで <laughs> ほうほう彼ぐらい真面目な選手だったら、うん、絶対に僕は巻き返してくると思う伊豆口と変わるんですかねそれか伊豆口も私と他のポジションとかっていうのはないですか両方がそ成績を上げると他のポジションにっていうのもありますよ、うん、今サードもやっぱりハヤトもやっぱり固定できてないんで、はい だったら外国人呼んだ外国人がどこまでやるか分かんない、はい、って言った時に、うん、伊豆口をサードにしたりとか、うん、門脇をサードにしたりっていうのはもう本人次第ですうう打って守ってやらないと、はい、試合は出れません,んあんなにやっぱいい選手でもやっぱ気持ちなんですよね、うん、やっぱり僕は三年黙ってやれって言うんですよ プロになったらまず、うん、だって、門脇だって去年の後半戦だけですから規定打席もいってないですからね後半戦だけでその判断しちゃったんで確かにいいプレーヤーだったんで、うん、ああレギュラー取るだろうなって僕も思ってたんだけど、うん、やっぱり僕は3年間やらないとプロっていうのはそんな甘くないよ本木さん いや全然やるイメージないんですけど、うん、3年間やってたんですかやっぱりで俺がやってなかったから言えるんですでももどくさん成績も残すじゃないですかずっと一軍言うてもずっと一軍だしでもなんかほらだから自由奔放にやるイメージはあるけど、うんうん、やっぱりそれだけじゃダメプロはダメやっぱりレギュラー捕まないとプロじゃない<ー>だから俺なんか自分でもやっぱ中途半端だったし<ー>来て助け行ったのも3回ぐらいしかないし<ー>だからそういうのも中途半端じプロだった だから周りがこうやってジャイアンツだったからって俺は感謝の気持ちであるのだから今の若い選手とかにも「やめて誰がお前のことをジャイアンツの誰々だ,だね」って言ってくれるって言ってくれないぞってそんな甘い世界じゃないぞって,ってだから今やれって僕はいつも言うんです特にジャイアンツのもありますかねそうなんです、ねね、特にジャイアンツのだから例えば他のチームの同じ成績ぐらいであっても、うん、ジャイアンツの方が目立ちますからまあ、ね、顔を覚えてもらえるかそうですね何かしら 仕事がももららえるかかわないだからそういうのでやっぱり今しかないぞって僕はいつも若い選手に言います前にねこのラジオ出してもらった時に俺は話したんですけどこの間松田さんと話してたんですよソフトバンクからジャイアンツマッチねそしたら福岡にいる時はめちゃくちゃ顔刺されてたとでもジャイアンツ入った時に松田さん言うわけですよ誰も知らなかったとだから電車乗ってたって言ったんですよ はあ、<laughs> それはそれ楽しかったらしいんだけど <laughs>、うん、でやっぱそれだけジャイアンツとやっぱ上級団の差はあるぞっていう話なんだけど、うん、要は。だからう本当に西のチームが東京来た時にも、うん、じゃあ気づかれるかって言ったら気づかれないっていうのは聞いたこともあるんで、うんうん、でも。 じゃあ、いつは西に行っても、いや気づかやすい。っていう気づかれるんで。うん、だから、やっぱり、その差は、やっぱり、マスコミ球団である。から成績は残してないかも。だから、ジャイアンツ成績残したら、すごいことなんです。うん、僕の中では。はい,は,いは,いはい、はい、はい。だから、今頑張れよっていうしかないんで。うんね、だから、僕らが。 やっってなかった分僕も現役の時も本当にできるわと思ってやってたからああ、うん、その点やっぱり反省もしてるしそれを若い子たちにやらしたくもないからだ、うん、から厳しくもなると思うんですよねういうことがでも実際本当にそうだったんでうんもう社会生きるってこと考えるとね、うん、プロ野球選手として生きるってこと考えると本当にバラエティーとか出させてもらっても野球選手でバーッて胸張って「うん、俺野球選手だぜ」って言って入っていったって。うん 誰一人知ってるよって言われてもそうですかってなっちゃうじゃないそれがやっぱりねいろんな世界を見なきゃいけないっていうだから俺も本ほんと前室とかでも座ったことなかったいやいや皆さんとでも仲良くよく喋ってましたもんいや本当にだから自分から話しかけるっていうのはなんかできなかったあ初めねめは中に入れないですねちっとねもう俺はこっちでもペーペーだからそんな中入ってあの喋る呼ばれたら 行こうっていう、はあ、そういう考えで、本当に。もう。仲いいっていうの、本当ザキヤマぐらいじゃない, <laughs> い。野球の現場で苦労して、でも、バラエティー来ても、もう一回これ修行だってくる <laughs>。いるでも、ちょうど今があるからね。<laughs> そうですね <laughs> あ。ありがとうございます。<laughs>